ハンス・ケーニヒヨハン・カール・アーロン。ハンス・ケーニヒは、ドイツの政治家。大韓区指導者、ユリウス・シュトライヒャーの副官だった人物。突撃隊隊員でもあり、最終階級は突撃隊上級大佐である。ニュルンベルク生まれ。中等学校を出た後、チーズ配送員、銀行員、商人として働く。またケーニヒは、国家社会主義ドイツ労働者等と、 ミカド国旗団に参加しており、1925年にナチ党が再建されると再入党している。また1925年に突撃隊に入隊した。1928年から1930年まで、大韓区指導者、ユリウス・シュトライヒャーのお抱え運転手となり、その後副官となった。1933年4月から1935年10月1日の、 アイダニュルンベルク市議会議員となる。その後表議員となり彼の島で務めた。同時に劇場担当ニュルンベルク都市参事官及びフランケン大韓区指導者シュトライヒャーの幕僚長となる。1933年11月の選挙で第26選挙区選出の国会議員となる。1936年4月20日に突撃隊上級大佐に昇進。 1939年2月5日に、シュトライヒャーの汚職事件調査開始前に、ニュルンベルクで自殺した。ありがとうございます。